つまり法要術補助保存会による法要術の実演を行います。もうしばらくお待ちください。おめでとうございます。本日は新春恒例となりました法要術実演にお越しくださり誠にありがとうございます。こちら浜離宮恩賜庭園は江戸から東京に伝えられる唯一のお墓場として国の特別名勝および史跡として保存されています。江戸時代は徳川将軍家が、明治時代は皇室の方々が同園内で魚釣りや乗馬、そして鷹狩りなどを楽しまれました。現在は全て禁止されていますが、お正月に限り特別に伝統文化を今に伝えるため、鷹匠の技の一部を公開しています。